こんにちは、アーサです。誰にも譲らない、これは私だけの物語。今回はミストニアの希望、ザ・ロスト・ディライトのプレイ後キャラ感想動画になります。キャラごとに感想を語っていきたいと思います。核心には触れないようにするけど、ネタバレありの感想になるので嫌な人は注意してください。あと今回は多種多様なエンディングがあったということで、キャラ感想の後に個人的好きだったエンドランキング、道化迷い道編を発表したいと思います。1位は何になるのか、はい。で、最後にね、特典のね感想も、はい、こっちはネタバレなしで語っていきたいと思います。では、攻略順にキャラの感想を語っていきます。私が攻略した順番は、アルフレッド、ライナス、ルーカス、アスコット、エドワード、ジョン、真相の順です。では早速いきます。一人目はアルフレッド、はい、を選びました。トップバッターをね、誰にするかは迷ってたんですけど、もうあまりにもね不穏なキャラが多いんでもう一番いい人そうに見えたね、アルフレッドを最初に選びました。このクールなね性格に反して、こうめちゃんこ衣装がね派手なアルさんを選びました。で、公式でもなんかトップバッター推奨らしくって、まあ、確かに世界観はすごい分かりやすかったんやけど、これ最初でいいのか公式さんマジでずっと不穏やし、こう糖度もね控えめなんで、いやだいぶね修羅の道やなって思ったけどこのあとねもう全員こんな感じなんかなってね、もうすごいね不安になりました。いやもうこれ覚悟決めなあかんなってで、進めていくと、まあ、アルさんのね正体がわかるんですけど、いやこれはねちょっとびっくりした、だいぶね序盤で発覚したんで、いやマジかって、早いよっていやよく見たらね、この特装版にね盛大なネタバレが、はいで、ここから、まあ、アプローズとの協力関係が結ばれるんだけど、それがねこうリリーとアスコットにもろバレしてたのがねもうめっちゃ笑っていやもうちょっとうまくやれよってこう不器用なね2人が頑張ってる感が伝わってきて、すごい微笑ましかったです。で、アルフレッドの素の一面、まあ、からかってきたりとか、まあ、そういうシーンはねすごい良くて、あもっとねそういうシーン見てみたかったなって思います。まあ、結局アルフレッドは、まあ、なんでそんな弱き者に優しいのかとか、アプローズになんで惹かれたのかっていうところが、まあ、あんまり語られてなかったんで、まあ、ちょっと一番ねアルフレッドが家庭が見えにくかったんでね、全体的に、はい、もうちょっとね欲しかったなって思います。あと夜明けエンドはもうナイフ投げるやつね、めっちゃ笑いました次2人目は、ライナスを選びました。はい、第一印象でもう一番好きだったキャラです。で、ライナスねめちゃくちゃキャラとしても好きだったんですけど、お話展開がねもうめっちゃ好みでした。もうライナスはアプローズとのこう幼い頃のねエピソードが多めで、おまじないのシーン、今度はライナスからアプローズへっていうシーンで、もうアプローズの気持ちが溢れ出てしまうシーンが、いやもう本当にもうアプローズって感じで、もうめっちゃ切なかったです。復讐のためにずっと閉じ込めてきた思いが崩壊してしまって、子どもの頃の幸せな記憶ってもう純粋やけど残酷やなって、いやもう本当ね幸せになってほしいなってね思えたシーンでした。もうね2人とも惹かれ合ってるんだけど、こう使命感がねあまりにも強いから、その気持ちに見ないふりをしようとするのがねほんときつかったです。で、もうそのね使命感もね、もう全然気持ちがね追いつけてなくって、もうおもろいなって思ってつらかった。で、私は決戦目前の夕暮れのシーンがもう最高本当に好きで、この作品でね、まあ、一番好きなシーンでした。本当にねドラマチックで、こう真実を言葉にすることが許されてない中で、
それでも幼少期の思い出をこうわずかな時間で共有しようとするこの2人のね関係性がもう切ない切ない切ないって切ないって、もうねこんなにもねお互いを求め合ってるのに止められないっていうのがねもうほんと悲劇で辛かったです。もうねやめてくれってね叫び出しそうでした。次3人目ははいルーカス。いやルーカスねずるくないかめちゃくちゃいいキャラしてる上にめちゃくちゃお話がね良かったんやけど、すごい乙女ゲームしてるなって、あいつもの時間が帰ってきたってねちょっとね安心できるようなルートでした。でルーカスは口うるさくってもうナチュラル自己中なタイプでねめっちゃ面白かったです。もう陰険な設楽先輩ときメモのねみたいやなってあの最初思った。でも実際はすごい気遣い屋さんでこうアプローズがね無理してないか気にしてたり、ちゃんとね手作りのお菓子を食べてくれたり、いやもう超いい子でした。しかもアプローズのことを気に入ったのか、一緒に過ごすのがねもう楽しくてしゃあないみたいなね雰囲気がねもうダダ漏れでもうニヤニヤねしちゃいました。で村に2人で訪れるシーンがねもうめっちゃ良かったです。お兄ちゃんがもし生きていたらルーカスを紹介するっていうね未来があったかもしれないってこう想像して涙するアプローズがねもうけなげで泣けました。本当ねそうだったらよかったのにって。でそしてそんなね弱ってるアプローズだからこそこう終盤で推しが強くなるルーカスがねもう本当に良かったです。夜明けエンドのルーカスがもうシリアスなシーンなのにめちゃくちゃ怒っててキレ散らかしててねめっちゃ笑いました。いやこういう普通じゃないムーブしてくるねキャラほんまにね好きでもあの絵のねシーンとかはあのちゃんとね決めてくるところはズバッと決めてきてねずるい本当ねずるいキャラでした。あとあの展覧会のね準備本当何もせえへんなって思ってそれもねめっちゃ笑いました。会議のシーンね皆無やったもんねあの家でねちゃんとやってはいるんやろうけどね、はい、次4人目ははい、アスコット・リンデルフルネームでね呼びたくなる、はい、アスコット・リンデル序盤ねもうめちゃくちゃ怖くて私プレイメモにやばい何なのこいつってねメモってて、本当に目的も分からず近寄ってくる感じがねもうすんごい怖かったです。お声がねこうパスミのあるお声を私の推し声優であるこう福山潤さんのねボイスで聞けたのがねもう最高にしびれました。今まで聞いた潤ボイスの中でね一番怖かったかもしれん。でジョンにねこう見つけたって言ってチャプター1カンっていうなるやつでもこうはこうはってなってもうホラーゲームやってんのかなって、ね、いう感覚でした。で正体も分かって、まあ、器の正体も分かったところで、あもうほんと趣味悪いシナリオやなってね褒めてます。で、アスコットがねアプローズに本格的に興味を持つシーンはあのすごい確かにアスコットに特攻だよなってすごい効果的なセリフだったなって思ったけど、まあ、ちょっとねちょろすぎたんでもうワンシーンぐらいね欲しかったです。妖精ってっていう理由はねちょっとカードが強い無理やり納得させられてる感があってねあの反発したくなったんでもうちょいイベントがね欲しかった。あと、私すごいお気に入りのセリフがあって、妖精女王がこう悪気なく言った一言にアスコットがあのぶっ飛ばしてやろうかこの女ってねあの言い放ったセリフもう言い方がもう爽快で最高すぎてねもう直前セーブを取りましたこういう余裕あるキャラのねとっさの一言ってねもうすごい好き。はい次5人目は、はい、エドワード、はい、私メインヒーローとかこう王子キャラにハマることってあんまりないんやけど、こう10回に1回くらいの割合でめちゃくちゃ沼落ちすることがあって、はい、今回ねそれにぶち当たりましためちゃくちゃ好きになった。
もう日に日に好きになってきてね、やばい。エドワードは本当すごい優しいんだけど、こう自分の信念しかり、欲しいと思ったものに対する執着がねもうすごくて、それ以外こう目に入らんみたいなね、そんな悪気なくこう推しの強いところがもうとてもたまらないです。もう妖精のね良くないところが出てる。もしくはね、バーンスタインの血、はい、後でね語るけど、アニメイトの小冊子の内容がねもう刺さりすぎてます。で、本編のエドワードは、圧倒的光でね、すごい純粋無垢というか、そんなシーンとスチルが多くてね、すごい良かったです。プレイ直後はこうもうちょっとエドワードがアップローズを好きになった理由が欲しかったなって思ったんですけど、まあ、ちょっとね今エドワードが好きすぎて、こうエドワードの直感で惹かれたんなら、まあ、何の疑問も持たずねそのまま突き進みそうやなって納得はできてしまってる。こうやっぱね妖精とかエドワードの血とかはねもうずるいカードやけど、もう逆にね美味しいかなってこう囚われてる感じが、はい、して。でその後ね、アプローズがいる家に訪れたエドワードのスチルと、まあ、行動とのギャップにね、はい、まんまとやられました。次、6人目は、はい、ジョン、ヒロインの身近にいて、攻略キャラ紹介ラストのキャラはもう絶対ヤバいの法則。案の定制限バチバチだったね、ジョンです。恋愛激二部キャラで、まあ可愛いなんてね素直に思うわけがなく、衣装でねこれは事前に感づいた人もねいそう。私はジョン・ルートまでね気づきませんでした。でジョンは求人の格好のね立ち絵がねもうバチバチにねかっこよくてびっくりしました。緑より黒の方が似合うんちゃうって。で、このルート、ジョンがねもうほんとかわいそうで、もう辛い表情ばっか印象的で、その大きな原因はねこのアスコット・リンデルなんですけど、このアスコットがねめちゃくちゃヒーラーにやっててもう最高でした。アスコットのこいつを殺されたくなければ言うこと聞けよっていうセリフはね、はい、こちらもね直前セーブをね取りました。ジョンの、ね、目の前でこうアプローズに迫るシーンはなんてゲス野郎なんだってね思ったけど、こうジョンの感情を乱してみたいってアスコットが言ってて、あめちゃくちゃ同意って思って、こう下水ね意気投合をねしてしまって、まあ、苦笑いだったんですけど。で最後は、まあ、アプローズは8年支え続けてくれたっていう感情から気持ちを切り替えたっていうのはねすごい納得できてよかったです。まあ5系はね都合いいなって、もっと癖のある人たちやったやろってこのルートでちょっとチョロさにがっかりしたんですけど、まあその分ね妖精王がめちゃくちゃ鬼畜やったんで、もうプラマイゼロで、はい、もうオベロンねマジで手厳しい。最後は、真相ルート、まあ感想というか期待も込めて、まあ、やっぱり私こう総まとめ的なね真相ルートがそんなに得意じゃないんで、まあ、今回もゴケ問題がねこう速攻解決していくのがやっぱり気に食わなくて、もう素直なゴケはゴケじゃないみたいなね、うん、でも、まあ、終わり方はすごいスッキリしたものやったから、もし続編とかファンディスクがね出るならもうウェルカムです。はい、本当ねいかにも続編が作れそうな終わり方やったんで、こうまだまだ世界をね堪能したいし、キャラの新しい物語が見たいってね思えた作品だったんで、続きがね出てくれたら本当嬉しいなって思いました。で全体的に感想を言うと、まあ、お話が面白いんでストーリー重視の作品だなって思ったんですけど、こう日に日にこうキャラがねすごい好きになっていってて、こう掘りがいのあるというか、もうめちゃくちゃね魅力的だったなって、はい、思いました。ということで、キャラ感想は以上で、次、好きなエンドランキング、道化迷い道編。ネタバレなしの感想でも言ったんですけど、
こうどのエンドがねこう好きだったかってこうめっちゃ盛り上がれる気がして、こう人によってね全然違いそうやし、だから私もねちょっと考えて今回3つ選んだので、ランキング方式で3位から発表したいと思います。第3位は、ルーカスの迷い道エンド、はい、三角関係ね、アルフレッドとの結婚で、もうそんな切ないってね思ってた時間を返せっていうもう本当にね笑いました。あ、そっか、この人守るもんねえもんなって捨て身やもんなってね、あの微笑ましかったです。はい、さすがルーカス。続いて第2位は、エドワードの道化エンド。これはもう好きというか、もう衝撃的すぎてもう絶句したエンド。アプローズがやることがもういろいろ巻き込みすぎてエグすぎるし、もうエドワードはギリギリまでねもう何も分かってないっていうのがね本当にきつい。もうスチルの表情がね好きでしたもうね続きがねこれ見てみたいですねそれでは第1位はアスコットの迷い道エンド。はい、イエーイ夢の中でジョンと2人でっていうやつですね。いや、これはめちゃくちゃスチルが美しくて素晴らしかった。でこの作品にはね珍しくちょっとね艶っぽいスチルで、まあ、倫理観終わってるけど甘ったるくて壊れてて、もうすごいねいいなって思えたエンディングでした。はい、皆さんはどのエンドが好きだったでしょうか人気のエンドとかねどれなんやろうね、はいということで、最後に特典の、はい、感想をネタバレなしで語っていきたいと思います。まずはこの特装版の、はい、小冊子、立ち絵とかいろいろ載ってます。そして、攻略キャラたちのショートストーリーが、平和にわちゃわちゃする感じですごい良かったです。あの時々ね誰が喋ってるかね分かんなくなったけど、はい、もう一生ね喧嘩しててほしいなって思いました次、特装版の、ドラマ CD ある晴れた日の協定会議混迷、35分くらい真相ルートクリア後に楽しめって、はい、注意がありました。内容はこうみんなねアプローズへ日々ちょっかいを出していて、その行動をねあのみんなで責め合うっていう面白くて微笑ましい内容でした。もう、ね、みんなね切れ方がおもろい次、予約特典ドラマ CD、深夜の酔いどれ談義そして始まりへ、30分くらい、この本編のゲームのね本編の前の話ですね。でアスコットがねよう喋るでお酒に弱い酔っ払うキャラと、まあ、普通のねあのキャラとのね差が面白かったです。次、アニメイトの特典ドラマ激録幼馴染たちを追跡せよ、はい、17分くらい。このね幼馴染コンビがねもうちょっと子供っぽくてね可愛くて良かったです。もう2人の世界にねこうジョンがね引いてるのがね面白かった次、こちらもアニメイトのドラマです。夜更けの大人たちと望む未来、時間は17分くらい。これもねアスコットがよう喋るで結構ねギャグ強めです。もうルーカスがね切れまくりでお酒が絡むとどうなるかっていうのがね面白かったです。アスコットのね不穏な感じもね良きでした。で次、アニメイトの小冊子、各キャラアプローズとの日常の一コマを描いたようなお話で、時間軸的には個別ルート入った直後ぐらいの距離感なんかな。はい、私的にねエドワードがもう可愛すぎて、こう真面目だけじゃないっていう、こう私の理想のエドワード像すぎてね、はい、もう最高でした。はい、語ってきましたがミストニアの希望の感想はこれで以上になります。日に日にキャラがね好きになっていってて、もう本当に続編とか次の展開があってほしいなって思えた作品でした。もう本当ねすごい楽しかったです。はい、ぜひ
興味ある方はプレイしてみてほしいなと思います。それでは、ここまでご視聴いただきありがとうございました。